ユンタク高江っていう団体で東京で活動してる中さんです。はい。今高江の状況っていうのはどういうことになってるんですか？去年の7月からまたヘリパッドの工事が始まっていて、今も N4 っていうところが連日工事に入られている状況です。でも本当に完成間近で、もし完成したらすでにもう高江ではオスプレイが飛んでいるし、すごくもう騒音でも問題はあるんですけど、今以上に N4 を使用するとなると、すごく N4 っていう場所は民家と近いので、一番近い民家で直線距離 400m なので、さらに騒音も広いし、その墜落の恐怖っていうのもあるし、本当に深刻な事態になってしまうので、ぜひその N4 のヘリパッドが完成しないようにみんな注視して、ぜひ行ける人は高江の現場に行って、座り込みの一緒に座り込んで、見たい座り込んでほしいし、私も行きたいって思ってます、はい。じゃあちょっとそもそも知らない問題を知らない人のために、今日このオスプレイ反対東京集会なんですけど、はい、実際高江っていう言葉はさっきの壇上の人たちのお話にも出てきませんでした。高江のヘリパッドっていうのは、そもそも説明する、まあ、簡単に説明すると、オスプレイのためのヘリパッドを今まさに建設していて、はい、なんだろうな、オスプレイのため その新規基地建設みたいなのは高江と辺野古かな。そうだよね。そうですね。そうですね。全然それで、こっちでは報道化されてないと。はい、はい。で、じゃあユンタク高江っていうのは、どういう活動を東京でしてるんでしょうか。沖縄での人もそうだし、本土の人もそうなんですけど、辺野古って言ったら結構みんな知っていて、こう知名度があるし、今日の県民大会の中でも辺野古に基地はいらないっていうようなことをおっしゃってる人もいました。でも高江のことになると、県民大会でも今日の大会でも誰も触れないし、認知度も沖縄の方の中でも低いし、本土に行ったらもっともっと低いし、でも実は今現在で言ったら、その高江の状況の方が逼迫して、もう感染間近っていう状況があるので、その状況としては今毎日も工事業者が来てる状態で、はい、誰も知らない間にそういう風にやられてしまっているので、そういう状況をなんとかしようということで、まずは東京の人たちに高江のことを知ってもらう、どういう問題があって高江がどんなに素晴らしい場所なのかっていうのを伝えながら、そのヘリパッドいらないっていう声を広めて、東京の人にも広めていこうっていうのがユンタク高江で、年に1回大きな音楽だったり演劇とかのイベントをやっています。はい、今年はいつイベントをやるんですか？はい、6月2日に、下北沢タウンホールというところで、第6回ユンタク高江が開催される予定です。で、素敵なミュージシャンたちも参加していただく予定なので、ぜひぜひ高江の問題を知る一歩として、また高江に行くきっかけとしてでも、ユンタク高江6月2日いらしてください。はい、下北沢だそうです。はい、詳しくはツイッターとかホームページとか、あるので、ユンタク高江で検索していただければと思います。はい、じゃあ最後に、今日は、なんだろう、すごく大きい集会なんですけど、ユンタク高江としては今日はどういう参加の仕方をしているんですか？はい、やっぱりそのこの大会とかデモでも高江っていうことが触れられない、でもやっぱりオスプレイを反対っていうのであれば、まずそもそもオスプレイを飛ばせるためのオスプレイパッド、ヘリパッド反対っていう
ことをしないと本末転倒だと思います。なのでその大会に参加されてる議員さんとか、市町村の首長さんたちにもぜひ高井のことをで動いてほしいっていう、気持ちでこのアピール高井にヘリパッドいらないっていうのを、印刷して持ってきました。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。通行する方の邪魔にならないように前に歩いて解散をお願いしてます。8度